ここからは台湾エクスプレスのコーナーとお送りします。台湾エクスプレスのコーナーでは片倉よしみさん、台湾在住の片倉さんとつないで、お話ご紹介していただいております。さあ、それでは今週もこの時間片倉さんとつながっています。片倉さんです。どうもこんばんは。はい、どうもこんばんは。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さて、台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日のお話は鳥の話題ということでお願いします。はい、今日はですね、私は鳥が興味があってですね、頻繁に鳥の撮影に行ってるんですけどね、はい、その中で非常に台湾ではよく見かけるんですけど、ちょっと日本から見るとすごく驚いてしまうほど綺麗な鳥が一ついましてね、その話をしたいと思います。はい、はい、五色鳥っていう鳥がいるんですよ。五色鳥、これ五色にか体がこう色がね、五色の色でこう覆われている鳥なんですけど、キツツキの仲間なんですよね。で、五色って言ってもね、こうピンとこないかもしれないですけど、こう緑と白と黒と黄色と赤と青っていう色でね、この五色、綺麗な鳥なんですよ。はい、でもうこれキツツキ科の鳥で、結構ね、台湾ではよく見られるんですよね。はい、どうしてよく見られるかっていうと、まずこれ台湾って皆さん考えてみていただきたいんですけど、高い山がありますよね。はい、一番高い山はかつてね、新高山と呼ばれた標高3952メートルの玉山、玉の山と書いてね、玉山って山があるんですけど、こういう山もあれば、逆に台湾南方にあるので、こうね、海沿いのところってのは熱帯気候なわけですよね。はい、かなり熱帯まで行かなくてもかなり暖かい気候なわけですよ。で、暖かいところには暖かい鳥がいて、山の上の方には高山性の寒いところにいる鳥がいるんですよ。で、これ特に高いところにいる鳥っていうのは結構探すのが難しいんですけど、この低海抜の地域にいる鳥っていうのは、そんなにこう、そもそも鳥の数がすごく多いですから、種類も多いんですけど、数がすごく多いので、逆に言うと見つけやすい鳥なんですよね。はい、でこの五色鳥も、低海抜から中海抜、海抜にしたら1000メートルぐらいのところぐらいまではいるので、結構頻繁に見られる鳥なんですよ。で、今私は五色の鳥ってね、相当綺麗な感じがしますよね。そうですね、綺麗なんですけどね、これ緑の部分が多いために、茂みの中にいると分かんないんですよね。なるほど。茂みの中にいると、さすがにね、やっぱこう綺麗な鳥とは言っても、全身緑なので、すごく探しにくいんですよ。で、どうやってこの鳥探すかっていうと、先ほど私、キツツキ科って言いましたよね。はい、キツツキの仲間なんですよ。だからこう木をですね、木に穴を開けてそこに巣を作るんですね。はい、で、私たちこう鳥好きっていうのは、ただと飛んでるとか止まっているところじゃなくて、このね、巣を作っているところとか、巣に子供をね、ヒナを育てているところを狙うんですよ。で、逆に巣を作ってくれれば、逆にそこに行けば必ず見られるんで、ね、そういうことですよね。巣を作ってくれれば、そこに行けば必ずいることになるので、撮影をしやすくなるんですよね。ただ問題は、このね、巣を作ってるところが非常に独特なんですよ。やっぱキツツキですから、木の幹にこう木の幹をつついて穴を開けるわけですよね。はい、その穴を開けてるシーンをこうどう撮影するかっていうことを考えるので、作ってるところっていうのは、もう逆に言えば見つけた人がこうその場所を教えてくれるっていうかね、このネットワークでこのみんなで鳥に迷惑をかけないように、一人とかそこ見つけたらこう情報を共有するわけですよね。で、取りに行くわけなんですけど、台湾のね、取り付きっていうのも実はすごい人たちがいて、はい、私はちょっとこう日本との比較っていうのはできないんですけどね、日本がどのぐらいのね、この人数があるかとかわからないんでね。ただその台湾の人口が日本の6分の1ぐらいなんで、2600万ぐらいですから、その人口比を考えると、なんか日本よりも台湾の方が鳥好きって多いんじゃないかなと思うんですよね。
で、こういう人たちっていうのは、まあ、それこそ本当に朝4時ぐらいから起きて、あの鳥だけのために1日ね、かけていきますからね。はい、で、こうずっとこう待ってるわけですよ。で、こう鳥って結構その、まあ、時間帯によって来たり来なかったりしますから、はい、あの3時間待つとかっても普通なんですよ。ええ、でも五色鳥はどちらかというとね、結構頻繁に見られることなんで、そういう苦労はないんですけど、これあのなかなか見つけにくい鳥とかってなっちゃうと、本当にまあ一日いて、まあ、私もこの間ちょっと一つね、経験しましたけど、3時間待ってあの鳥が飛んできて写真を撮れるのは15秒ぐらいですから、はい、そういう状況なんですよ。へ、だからもう本当にあの、でしかもこれ暑いでしょ。そうですね。で、暑いのでね、もう本当にあの、まあ、大変といえば大変なんですけどね、ただそれだけのこの価値があるというかね、それだけのこうやるだけのこうあの達成感のある鳥なんですよね。で、この鳥に限らずですね、あの台湾の鳥って、まあ、いろんなね、こうちょっと日本と違った生態っていうのがあって、例えば、この間私ちょっと、撮ってきたんですけど、五色のこの五色鳥のさらに上がいるんですよね。上が、はい。上というかね、さらに綺麗な鳥がいて、いや、これね、五色じゃなくて、八色なんですよ。八色？八つの色でこう光る鳥がいてね。で、これ、ヤイロチョウっていうんですけど、まあ、五色鳥に対してヤイロチョウっていうんですけどね、このヤイロチョウっていうのは、このね、色が綺麗なだけじゃなくて、羽が光るんですよ。へー。でこの羽が光るっていうのはもうこれさすがに珍しいと思うんですよね。はい。でこのヤイロチョウっていうのは逆に本当にあの茂みの奥の方にいるんで、なかなか取れないんですけど餌を食べるときに地上のこのミミズとかを食べるんですよ。はい。でその降りてきたところにシャッターを向けるんですね。はあ。ところがその降りてきたところが茂みの中だともうアウトなわけですよ。ええ。でそうするともう諦めるしかないっていうね。でこのヤイロチョウに関してはちょっと面白いところがあって、これまあこれもね、以前この番組でお話したことあると思うんですけど、台湾っていうところがなぜ鳥が豊富というかね、鳥の生態が豊富かっていう、まあ、一つの理由でもあるんですけど、世界にはこう北の鳥と南の鳥っていうのがいるんですよ。はい。まあ、いわゆる北国の鳥と南国の鳥がいるんですよね。で台湾っていうのは、まあ、北緯大体23度ぐらいのところなんですけども、北の鳥の南限であって南の鳥の北限なんですよ。つまり両方重なってるんですよ ね、 そうですね。だからこう北の鳥も南の鳥もいるっていうすごいところなんですけど、これにプラスして渡り鳥がいる。で渡り鳥も、越冬する渡り鳥もいれば、まあ、越夏っていうんですかね、夏にやってくる鳥もいるわけですよ。はい。でさらにすごいのは、本当の越冬地は台湾ではなくてもっと南にあって、ニューギニアとかインドネシアの方で越冬するんだけど、通り道として台湾に寄るっていう鳥もいるんですよね。でこのヤイロチョウに関してはどういうことかっていうと、これ繁殖だけ台湾でするんですよ。はい。で繁殖期だけ台湾にやってきて、子供が育ったら南に戻っていっちゃうんですよね。でしかもこれヤイロチョウってこう輝くっていうから、よっぽどね、こう眩しいぐらい綺麗な鳥なんですけどね、小さいですからこう見つけるのは本当大変なんですよ。で我々はどうするかっていうと、これヤイロチョウは目で探さないっていうんですよね。はい。まずは耳で探すんですよ。耳で、まずこう鳴き声を聞いてどこら辺にいるかっていうことを想像しないと、本当手のひらに乗っかれるのは小さい鳥に対して山1個ですから、はい、これ探すわけないんですよ、普通に考えたらね。で鳴いてくれるので、その大体の場所が分かってそこを探すんですよ。はでそうするといつ鳴くかって問題が出てくるんですよね。それどういう時かっていうと、まあ、いわゆる交尾をするためのパートナー探しをする時に鳴くんですよ。はい。だからそのオスがこうメスを探す時にこう鳴くわけですよね。声が、その声を手がかりに探すんですよ。はあ。ということは、これパートナーを見つけちゃったらこう鳴かなくなっちゃうんですよね。そうですね。そうすると鳴かないともうわからないんですよ、これ探すのが。
だから5月ぐらいから7月の初めぐらいまでいるっていうふうに言われてるんですけど、実際にはもう6月中旬にはもう見つけられなくなるんですよね。で、交尾して卵を産んで育ててる間も、まあもちろんね、偶然見つけることはできますけどね、偶然出会うことはあるかもしれないですけど、声で探すってことはもうできなくなっちゃうんですよ。そうですね。だから、うん、もう実質1ヶ月ぐらいが勝負なんですよね。そういう、鳥がいるんですよね。で、まあ、こういう話聞いてね、なんでそんな大変な思いして取るんですかって皆さん言うんですけど、それを取るだけの価値がね、本当あるだけの、この魅力的な体なんですよね。だから、このヤイロチョウに比べたら、五色鳥は随分取りやすい鳥なんで、まあ、親しみもありますしね、大体台湾のこう鳥を追っかけてる人は、五色鳥見ても、あんまりカメラ向けないですよね。もうよく見られるんでね、ただ我々からね、日本人から見るとやっぱ綺麗な鳥だなって思いますよね。そうですよ、片上さんのね、あの鳥の撮影でも本当にみんな色綺麗ですもんね。だからこれ私がね、日本に帰った時にね、やはり鳥を探そうと思ってね、こう山入りますよね、はい、なかなか探せないんですよ。でその一つの理由がね、台湾の鳥はやっぱり鮮やかで綺麗だから見つけやすいといえば見つけやすいんですよね。これがこう地味な色とかしてるとやっぱり探すの大変なんですよ。ただまあもちろんね、台湾も台湾でも難しいところがあって、この樹木のこの生い茂る度合いが激しいっていうかね、なかなかこう緑が深いので、ちょっと見つけられないところになると本当見つけられないんですよね。いや、レベル高いですよね。だけどまあそれでもね、やっぱこう鳥好きの先輩たちにね、いろいろアドバイスをもらったり情報をもらったりしながらね、探していくんですけど、なかなかね、本当に一生涯かけるっていうとちょっとね大げさですけどね、こう生涯かけてるような人たくさんいますよね。いや、これ、その価値があって、台湾に全部いる鳥っていうのは大体もう把握されてるんですか？でね、これちょっと一つ面白い話があって、台湾の鳥はまずね、こう蝶々がいますよね、蝶々、はい、蝶に関しては実は日本統治時代が始まってから発見された種類が多いんですよ。つまり1895年、明治28年の日本統治時代が始まった後に発見された蝶々がたくさんいるんですよ、はい、だからこれ蝶々は大体日本の名前がついてるんですよね。ところが鳥に関しては実は日本人が来る前にもう大半が発見されてるんですよね。これもすごい話なんですけど、これどういうことかっていうと、清の時代、清って国がありましたよね、はい、あの清の時代にアヘン戦争とかアローゴー事件とかでこうヨーロッパに、ヨーロッパのね、欧米列強にこう清がどんどんやられてきますよね、はい、戦争に負けてまあ、開国させられたわけですよ、はい、でその時にやってきたいわゆるイギリス人の外交官がいたんですよね、この人が台湾に赴任したときに、それこそ100種類以上の鳥を発見してるんですよ。でこのロバート・スウィンホーっていう人なんですけど、この人外交官でありながら、まあ、これはね、言い方ちょっとあれですけど、ちょっと失礼な言い方になっちゃうんですけど、オタクだったんでしょうね、鳥の。もう台湾中回って鳥を探して、でそれを学会に発表してるんですよ、外交官がね。で当時交通なんかね、全く列車もね、車もない時代ですから、もう山に入るなんてこと大変なことなんですけど、このロバート・スウィンホーって人がその発見した鳥がたくさんいるので、逆に台湾の鳥を日本人が発見したって数は少ないんですよ。ほうほうほう。このイギリス人の名前が学名についてることが多いんですよね。だからこの台湾の鳥がね、すごいって、私がね、この場でね、こうすごいすごいっていうよりも、むしろその今から100年以上前にその台湾鳥に魅せられた欧米人がいた、まあ、イギリス人がいたってことも一つのね、この面白い話じゃないかなと私は思いますね。けどその人鳥好きだったっていうのをこう、なんか運命ですよね。そうですね、まあ、このちょっとね、この裏を読むというかね、ちょっとこう深いところの話をすると、このロバート・スウィンホーって人はただの学者ではなくて、当時ね、イギリスとかではこの剥製とかね、こういうのが流行ってたんですよ、このアジアの動物とかね、鳥とか、はい、こういうの剥製とかを商売をする人がたくさんいたんですよね、
で、こういう需要があったからっていう言い方もできるんですよ。はあ、うん。で、この人はね、まあ、淡水っていう町とかね、高尾って町にも赴任してるんですけど、やっぱりそのビジネス的な話もあったんじゃないかなっていうふうに言われてますね。だからこう本当鳥一つにしてもね、台湾のこの歴史とか、まあ、その自然だとか、まあ、文化だとかね、いろんなものが本当に見えますよね。そうですね。本当片倉さん、その八色町ですもん、この間お話しました、ライチぐらい の旬の時期みたいな感じですね。そうですね。ライチも旬短いですけどね、八色町も短いですね。そうですね。八色町はこうね、毎年卵を産む場所が違うんですよ。あ、違うんですか。だから ここに行けば毎年取れるっていうのはないんですよね。だから本当にこう情報が重要なんですよ。はあ、でしかもこれね、まあ、もちろんこれね、リスナーの皆さんも心配されると思うんですけど、あまりにも人気があって、あまりにも多くの人がそこに集まっちゃったら、鳥はまあ緊張しちゃうというかね、ちゃんとこう卵育てられなかったりしますよね。だからこう環境保護っていうのもすごく重要なんですよ。そうですね。ね、で、まあ、実際にこうその八色町がいるって分かると、すぐにその、まあね、この鳥好きの人たちが自主的にこれ以上は入らないようにしようっていうふうにこう線を引いたりするんですよ。でそれを守ることで鳥にまあ、ね、元気にこう育っててもらうっていうかね、そういう心遣いをするんですね。まあ、それがないとね、本当にね、まあ、可愛いから綺麗だからといってね、こうみんなで、不必要に近づいちゃったりね、驚いたりしちゃうとやっぱりダメですよね。そうですよね。まあ、そういう中でのルール作りも皆さんちゃんと守られてるってことなんですね。そう。その辺は非常にね、こう大人ですよ、台湾の人って。で、まあ、鳥を緊張させないために、迷彩色の帽子をかぶってたりね。はあ、洋服とかもそうですから、洋服とかがみんなこう、迷彩色とかの洋服着てますからね。気を使って。あとこれ日本でもそうですよ。カメラのレンズって望遠レンズってよく黒いレンズと白いレンズがあると思うんですよ。はい。で黒はまだいいんですけどね。白いレンズって目立っちゃうんですよね。で鳥は人間と全く違う見方で物を見てますから、その色が気になるっていう鳥もやっぱいるみたいなんですよ。はい。だからその望遠レンズに迷彩色のこのカバーをつけるとかね。はあ。そういう人も結構いますね。本当に自然と一体となって撮影するような感じですよね。そうですね。自然の中に溶け込むことで鳥を緊張させずにありのままの姿を撮るっていうのはね、まあ楽しい鳥の世界と戯れるポイントなんでしょうね。はい、台湾エクスプレスお送りしました。今週は鳥の話題、まあ、あとね、台湾のバーダーさんの皆さんのねお話、こちら片倉さんにご紹介していただきました。台湾エクスプレスのコーナーお送りしました。お相手は台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。